デリックとは、貨物などを釣り上げて移動させる、クレーンの一種で、本体とは別に設置された、原動機付きのウィンチからケーブルを介して、本体ブームの上げ下げや旋回を行うことで稼働する、機械装置のことである。デリックの模式図6のウィンチで、紫のワイヤーを介して、ブームを上下する。5のウィンチで、緑のワイヤーを介して、釣り荷を上げ下げする。デリックは、 主として建設工事現場での資材の釣り上げや港湾二役における本船上での作業に用いられる。なお、日本では港湾二役に用いるデリックのうち船上に設置されたものは法令上の分類は溶化装置とされており、運転に必要な免許も別のものとなっている。デリックが発明されたのは17世紀頃のイギリスと言われており、当時は 人力でウィンチを巻き上げて操作する装置だった。装置の名称は16世紀後期から17世紀初頭にかけてイギリスで死刑執行人を務めていたデリックという人名に由来している。彼は公式への執行に際し、下に落として釣るのではなく、引き上げて釣るという方法を考案した人物である。トンカズにかかわらず、デリックの運転の業務、玉掛けの業務は、 労働基準法第62条、年少者労働基準規則第8条により18歳未満のものを従事させることができない。釣り上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務、トンカツに関わらず玉掛けの業務は、労働基準法第64条の3、女性労働基準規則第2条により妊娠中の女性を従事させることができず、出産後一年を経過しない女性がこの業務に、 従事しない旨を申し出た場合も従事させることができない。釣り上げ荷重2トン以上のデリックを製造しようとするものは、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならず、また設置したとき、使用構造部分に変更を加えたとき、使用を休止したものを再び使用しようとするときには、労働基準監督所長の検査を受けなければならない。この検査に合格した場合、 検査証の交付またはすでに交付されている検査証に裏書きが行われる貿易用語で貨物を輸送する船の意味貨物船も参照ありがとうございます